色って結構鮮やかなブルーだから、僕ピンク持ってきちゃっていい気がする。ただこれぐらいビビッドだとちょっとなんだろう、10代20代いけるけど、ちょっと強すぎるかなと思うの。だからこれぐらいちょっとなんとなく色違うのか、似てるピンクだけどこっちぐらいちょっと落ち着いた感じがいい気がします。あとなんだ、多分質感がちょっと柔らかいじゃないですか、服のね。あ、服のね。だから、こういうの持ってきちゃうとちょっと強すぎるか。なんかカラーリップでこれぐらい濃いのだと、なんかちょっとスポーティー感があったりとか、ちょっとハードな感じの、シルエットとかの時の方が合う。なんか割となんかこう自然なナチュラルな柔らかい素材の時は、あんまりこれは強すぎるかも。こういうビビッドな感じはね。とはいえもうちょっと濃くしてもいい気がするから、僕これぐらいの色が多分すごい顔がはっきりすると思います。でなるべく中央に一回乗せたのを外側に広げる感じで、外はなんとなくって感じ。顔がちょっとはっきりしたら分かります。今日のお召し物が青で濃いから、口紅もこれぐらい少し濃くていいか。ちょっと指で後で叩きます、自分でポンポンポンってポン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 、そうそうそう、で馴染ませる感じ、そう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 。だからラインを綺麗にギーって取る口紅の付け方よりは、指で今みたいに叩く感じ、もうなんかなんだろう、ざっくりな感じがいいと思います。これぐらいの色も合うんじゃないですかね。いい気がしますけど。目元ちょっと濃くする。はい、顎開けて目閉じてください。そうです。単色でね。はい。そうすると目がこうやって、ニュアンスが出るでしょ。今日の服だって多分これぐらいの口紅持ってくるか。なんかバランスがいい気がします。もうちょっとなんかこうメイク感出したいなと思ったら、多分目の下を少しだけ今よりもコンシーラーつけて明るくしてあげること。日が強くなったからちょっと分かんなくなっちゃったね。明るく、あーすごい明るくなった、なので目の下を明るくする。顔の中心だけコンシーラーで少しカバーしていくっていうのがすごいポイントだと思います。すごい少量を薄く伸ばすことが重要 で鼻が綺麗だから、もう鼻に無理してこう鼻筋作ったりとかしなくて大丈夫で、残ったのをこうやって薄くつければいいくらいで、かなり柔らかいあのコンシーラー使ってるけど、ちょっと肌にこうついた感が、ついた感というかなんかゴツゴツしてちゃう、水分足らないよねやっぱり。だからあの化粧水、僕だったら多分眉毛描かないかもね、無理して、なんか今だとすごい描いてる感あるじゃないですか。こう描いてるところと描いてないところがすごい分かっちゃうし、なんかここまで無理して描くなら、僕だったら多分描かんかな。描かなくてもそんなに多分気にならないと思う。毛があるからね、まだ。あれで毛がなかったら、ちょっと、あれですけど、撮ってみますよ。多分ね、なくてもね、描かなくても多分そんなに気にならないと思う。自分だと眉毛を描きたい感じですか、やっぱり。描くことによって、違和感をちょっと感じ、いつも描いてないから、いつも描いてないの？ほとんど描いてない。あ、じゃあ描かなくていいじゃないですか。でたまに、今日はちょっと足してみようかなっていう時に足すんですけど、やっぱりそんなにじっくり時間をかけられないし、適当なので。細くなりますけど、でもなんかナチュラルに顔に馴染むと思うのね、僕。だから無理して細いから太くしたいとかって書かなくていいと思うの、僕。だって画面見ててもそんなに気にならなくない？
細いなとは思いますけどね、うん、左よりもね、うんうんうん、でもこの見た時の、うん、あ、書いてるっていうのと、あ、そのままっていうのと、うん、なんかそのなんか自然な感じの方が、うん、無理してメイクしてます感出ないじゃないですか、うんうんうん、僕なんか無理してメイクしてます感出すぐらいならやらない方がいいんじゃないって思っちゃう、うんうん、多分両方としてもそんなに細さは気にならないだと思うんですよね。あんま変わんないでしょ、落としたら細いけど、うん、あるし、なんか明らかに書いてましたよねっていう、なんか自然なままで、うん、まあでもちょっと細いかもね太さはやっぱさっきぐらいあった方がいい気がしますけど、うんうん、そうね、あの書いてるところと書いてないところがやっぱりはっきりしちゃうから、うんうん、あのなんだろうな、ないところに書くとやっぱり書いてるところとの差が出ちゃう、うん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 、薄く全体的に薄くてさっきぐらいの幅に毛があれば書いてても馴染むんですよ、うん、全体的にね、うんうんうん、ただリアルに眉毛がしっかりあるところと、うん、全くないところに書くと、うん、質感がやっぱり違うから分かっちゃう、すごい、うんうんうん、だったらなんかもう書かない方がいいんじゃない、うんうん、ありがとうございました。ありがとうございます。